はいどうも、ホルモン島田チャンネルのブッチャー島田です。今日は念願のパパ活します。ずっと気になってたんですよね。初めてのことなのでワクワクします。楽しみです。それでは早速やっていきましょう。オタ活、ソロ活、友活、音活、腸活など、最近は〇〇活って言葉多いですよね。今日は最近ニュースとかで耳にするパパ活にチャレンジしてみます。ということで、青パパイヤを用意しました。え、パパ活のパパはパパイヤのパパじゃないんですか？間違ったか。気を取り直してやっていきましょう。今日はこの青パパイヤを使ってお肉を柔らかくします。今までいろいろな果物の酵素などでお肉を柔らかくしました。コメントでも青パパイヤでやってほしいなど書いてあったので、今日は青パパイヤで検証します。青パパイヤとは南国でフルーツとして食べられているパパイヤを熟す前に収穫し、果実を野菜として利用するものです。熟すと果物、未熟は野菜というのも不思議ですね。熱帯アメリカ原産で、日本だと沖縄や鹿児島などを中心に栽培されています。青パパイヤやグリーンパパイヤと呼ばれるものは青パパイヤ専用で品種改良したものもありますが、多くは黄色いパパイヤを未熟なうちに収穫したものです。この青パパイヤにはお肉を柔らかくするパパインというタンパク質分解酵素が多く含まれていると言われています。このパパインはパパイヤが熟すほど減少するそうです。以前お肉を柔らかくする軟化剤のミオラを使ったことがありますが、その中にもパパインが含まれていましたね。今日はこの牛の肩肉を青パパイヤに漬け込んで、お肉がどれくらい柔らかくなるのか検証しています。今回は何もしないお肉、1時間、3時間、6時間、24時間漬け込んだものを焼いて食べ比べて検証します。まずは青パパイヤをカットします。中は白いですね。種もありますが、種も白っぽいです。なんだか白いネバネバした果汁が染み出てきます。別名乳売りと呼ばれるのも納得です。この果汁にタンパク質分解酵素が多く含まれています。肌の弱い方は素手で触るとかぶれる場合もあるので注意しましょう。今回はミキサーにかけて細かくするので、皮ごと適当な大きさにカットします。生でそのまま1枚食べてみましょう。食感で言うとカブ、大根っぽい食感、甘くない柿っぽいですかね。浅漬けとかサラダにしたら美味しそうです。カットできたらミキサーを使って細かくします。なんだか大根おろしみたいですね。このおろした青パパイヤを肉を入れた袋に入れて、規定の時間冷蔵庫で置いておきます。ということで、規定の時間寝かせて冷蔵庫から取り出したものがこちらです。24時間だけ青パパイヤの色が完全に変わっていますね。それでは袋から取り出して水で洗い流しましょう。まずは1時間です。ちょっと肉の色が薄くなった感じです。次は3時間です。そこまで違いがありませんね。次は6時間です。表面が少しほぐれたような感じがありますかね。最後は24時間です。ちょっと緑っぽいですかね。なんとなく肉が柔らかくなったような気がします。これは期待ができそうです。すべて並べてみるとこんな感じです。左から何もしていないお肉、1時間漬け込み、3時間漬け込み、6時間漬け込み、24時間漬け込みです。それでは特に味付けをせずにフライパンで焼いていきましょう。何もしていないお肉から順番にフライパンに乗せていきます。焼けたのでそれぞれカットしましょう。焼いた見た目にはそこまで変化がありません。それぞれ早速食べてみましょう。いただきます。今日は宇宙ブルーイングのシードオブライフを飲んでみましょう。こちらはヘイジー IPA です。宇宙ブルーイングといえば商品説明が気になりますよね。何何、数えきれないほどの始まりと終わりを繰り返してきた宇宙、いつ誰が何の目的で書いたのかわからないと言われる5次元文書、その書には宇宙の永遠のサイクルの書が書かれているという、シードオブライフが始まりの書、クリエーション、君が宇宙だ。なるほどなるほど、非常にわかりやすい。グラスに注ぐと白く濁った黄色で向こう側が見えないです。名前の通りですね。ヘイジー IPA のヘイジーは濁っているという意味です。トロピカルフルーツとか桃を感じさせるようなフルーティーな甘い香りが鼻から抜けて、口に含むとホップの苦味が程よくあり、見た目以上に上品な一本です。それでは青パパイヤ漬け込み肉食べてみましょう。画面向かって左から何もしていないお肉、1時間漬け込み、3時間漬け込み、6時間漬け込み、24時間漬け込みです。一度すべて食べて硬さの違いを比べてみます。まずは一通り食べてみます。なるほど、もっと違いがあるかと思いましたが、
今回は1時間、3時間、6時間はそこまで柔らかくなった感じがしません。24時間は明らかに柔らかくなってますね。今までいろいろな食材に肉を漬け込みましたが、素材の匂いや味が肉についてしまうという問題もありました。ですが今回の青パパイヤはほとんど匂いとか味が肉についていません。これは発見ですね。それで24時間のものは柔らかくなっているので、シンプルに肉を焼く調理とかでも活用できそうです。今までの匂いがついちゃうけど柔らかくなるという食材は煮込みとかにしないと使用が難しかったけど、青パパイヤなら他の可能性もありそうですね。パイナップルのように溶けてはないので舌触りも悪くないです。同じタンパク質分解酵素でも違いがあるんですかね。塩をつけたりオニオンソースをつけたりすれば全く匂いはなりません。もっと1時間、3時間、6時間でも効果があると思いましたが残念です。もしかしたら再度試したら違いが出る可能性もあるので、また機会があれば挑戦します。今日も美味しかったです。ごちそうさまでした。はい、本日の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございます。青パパイヤ漬け込みいかがでしたか？硬い肉を漬け込む時のマリネのタレとかに足してもいいかもしれません。自分たちは群馬県前橋市と高崎市でホルモン島田というホルモン屋をやっています。群馬には美味しいお肉を食べられるお店がたくさんあるので、もし群馬に来た際はいろいろ探してみてください。この動画がいいなと思いましたらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。